信行さんの独立、母親の深い愛情と強い意志で信行さんは育てられ、2009年のバンクライバン国際ピアノコンクールに優勝後、今はお母さんから離れマネージャーと共に世界中で活躍されています。この時点で彼は目標を果たし、お母さんを全ての教務から解放したと言えるでしょう。これが彼の自立、いや独立の第一歩でした。そして彼の独立の陰には母親の献身的な支えがあったことを決して忘れることができないでしょう。生まれつき盲目の彼の手を取り、よく旅に出かけたり美術館を訪れたそうです。さまざまな風景を心の目で捉えられるよう、彼の長層教育に情熱を注いできたことが実を結んだのでしょう。我が子の音楽の才能をいち早く見つけた時、母親は確信したのでしょう。この子は音楽の世界でなら人々を幸せにできる、そして人々に愛され強く生きていけることを、信行さんもまた理解していたのでしょう。音楽とともに成長し続け、独立して一人で生きていける人間にならなければと、母親を安心させるためにも、二人の思いが実を結び、信行さんは自らコンクールに参加して見事優勝を果たし、母親から独立して自分の足で歩いていくことができたのです。この二人三脚の美しい親子の物語が私は大好きで、いつしか私の生きる糧となりました。二人は国空弁令観覧進行を国楽弁令に変え、いろんな試練を乗り越えて光栄を勝ち取ったのです。信行さんは私たちが忘れかけていった真実の目を、心の目でピアノが弾けるから世界中の人々から愛され共感されてます。でも彼の独立は母親への感謝の気持ちで嬉しい反面、母親から離れていくことへの不安と寂しさが混じり合って、人々の心をきっと揺れ動かすことでしょう。